仕事だ。狙う。自慢にもならん。続きます。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。甘いな。舞台に上がるより緊張するわね。悪い。戦いの空気苦手だ。先生、奇襲有利思います。行きます。私の力見せてあげる。ありがとうございます。死がにかけるに足りませんな。うまい。よし。さすがの活躍ですね。障害解除です。火の精霊、加護感謝します。やるな。まだまだ。
心燃やします。よっ。自慢にもならん。強くな。ご苦労様でした。これでいいかな。これで戦える。我が敵ではない。火の精霊、加護感謝します。これも仕事だ。はあ、これで終わりか。恐れ入る。入りました。はっ。私だって鍛えてるのよ。皆の心燃やします。私も行くか。高貴なる者の力見たか。手料理に迫る美味しさ。これなら毎日でもいただけますわよ。私の好物を選ぶなんて分かってますね、先生。よくやってくれたな。
ミヤさん、珍しいです。あなた訓練場より外鍛錬します。よ、ペトラか。雨が降りそうだからな。理解する、できました。雨当たる、体冷える、不健康です。好都合な機会です。私、あなた質問あります。お？あなたダグザ人思います。なぜ修道院働いていますか？ま、わかるか、隣人だもんな。君の言う通り、私はダグザ人だ。働くのは生きていくためだ。金や住む場所を得なきゃならんだろ。その場所がガルグマクなのは、レアさんに拾ってもらった恩を返すためだ。今のところダグザに帰る予定はないよ。しかしフォドラ敵国です。あなた憎しみありませんか？直接戦ったのは帝国軍だ。他の連中に思うところはない。返答感謝します。私理解できました。気にしなくていい。それで君は憎んでいるのか？帝国は父親の仇だろう。それにブリギットを帝国との戦争に巻き込んだのはダグザだから。ダグザも憎いか？それとも君には関係ないか？ダグザ悪い、違います。参戦父自ら決めました。帝国憎くない、嘘なります。しかしエーデルガルト様憎みません。帝国来た私、彼女助けてくれました。ですから。ま、そうか。国は嫌いでも個人はまた別か。シャミヤさん、とても淡白です。すごい思います。すごくはないさ。感情に追い回されるのに疲れただけだよ。帝国領グロンダーズ平原、ここは俺の実家ベルグリーズ家の領地だ。フォドラ最大の平原で帝国の飯を支える穀倉地帯なんだぜ。つっても戦場になるのは荒れてるあたりらしいけどな。大規模戦闘にはうってつけの戦場かと。先生、あなたならばこの呪術戦どのように戦う？どこかの誰かのようなことを言うのね。まあどんな采配でも対応できるわ。私がいて、先生がいて、皆がいて、アドラークラッセに敗北はない。力で勝っている我らが負けるとすれば、
それは先生のせいでしょうな。ほう、お前には失策を挽回する力さえない。ならば私に任せておけ。傷口を広げるのが関の山です。エーデルガルト様の邪魔になりますよ。お、喧嘩か。俺も俺もじゃないや。落ち着けよお前ら。戦う相手不足ありません。私獅子と鹿狩れます。簡単です。ペトラちゃん、これは狩りじゃなくてまあいいわ、似たようなものよね。私は砦に立てこもってみんなを応援します。砦ありますよね。あるよ。敵陣の奥深くに。エルナデッタ、先陣を切るとは勇敢だね。違います。なんでそうなるんですか。フレンは今回が初陣だな。その割には全く緊張していないようだけど。私も力を尽くして戦いますわ。さあ、間もなく開戦よ。グロンダーズの野にわしの旗を立てなさい。いよいよ呪術戦が始まる。みんな鍛錬の成果を存分に発揮してくれ。優勝学級には大いなる名誉だけじゃなく、賞品も出るとか出ないとかって話だぜ。さて、そろそろ布陣開始の刻限よ。みんな心の準備はいいわね。手加減ができるほど器用ではないんだ。やり方は自由だ。勝ちゃいいんだろ。勝つのは私たちよ。何が起ころうともね。始めよう。進軍せよ。
戦場中央に設置された弓砲台、あれを確保した学級が有利になりそうね。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。行きますか。助かったわ。舞台に上がるより緊張するわね。礼を言います。先生、奇襲有利を思います。できないな。アドラーとルーベが戦い始めたみたいだな。その隙にこっそり侵入しておくか。私、遅れ取りません。さすがだ。私も負けてはいられん。僕がジンドルにふさわしい砦があるな。これはもう攻め取るしかあるまい。ローレンツのやつ勝手に動きやがって。仕方ない、中央の丘を確保して援護するぞ。精霊、加護感謝します。よっよっ。加減すべきだ。
し合いましょう。全てはエーデルガルト様のため。私に挑んだのが間違いだったな。礼を言います。この経験は糧になる。大きなる者の力、見たか？いい働きね。身の程が分かったかしら。これで戦える。ありがとうございます。はい、助かる。やっ、すぐハッ。この感触よし。舐めないでくれる？ごめんなさい。隙があったから。冴えているね。へっ、私遅れ取りません。ただ誇るほどの敵ではありません。エーデル、油断はしないで。これでいける。負けるはずもないわ。
相手にどれだけ戦えるか力を試すいい機会だな。あまり油断していると俺が勝ちをさらってしまうぞ先生。あの手を使うぞ。この一手で決める。悪かった。これ甘いな。すべ
全てはエーデルガルテ様のため。私だって鍛えてるのよ。強く。貴族の力を知れ。私に挑んだのが間違いだったな。すごい活躍ですね。こうして君と剣を交えるとはな、昔は想像したこともなかった。そう、帝国と王国が戦争を始めればいくらでも戦えるわよ。いや、勘弁してくれ。君との戦いは気がめいって仕方ない。それでいつになったら戦うのかしら。戦いの途中なのだけれど。今しかないな。でも何でもないさ。悪いな、俺はここまでだ。仕上げは学級のみんなに託したぞ。頼む。身の程が分かったかしら。そこまで。グロンダーズ呪術戦、今年の勝者はアドラークラッセとする。みんなの奮戦に感謝するわ。この結果であれば賞品も出るでしょう。見事な戦いだった。エーデルガルトも先生も。乾杯だよ乾杯。つくづく敵に回したくないもんだ。二人とも
お世辞はいらないわ。紙一重だったと思っているのよね。それは否定しない。もう一度戦えば違う結果になるかもしれないもの。先生、あなたはどう思った？先生、まあ今だけは調子に乗っても気にしないことにするわ。ともかく俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだな。まったくだ。お前たちと剣を交える未来は勘弁願いたいからな。そうね。呪術師戦という名は元は帝国と王国の争いから取られたものだけど、それも過去の話。いずれはその名も歴史の波間へと消えていくわ。憎いことを言うじゃないか。それじゃあ俺からも提案だ。ガルグマクに戻ったら学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないか。あ、まあ食堂でだが。互いに親睦を深めるいい機会だな。俺は賛成だ。いいわ、戻った日の夜に集合ね。先生、それでいい？そんなに眩しい笑顔を向けられると私も羽目を外したくなりそうよ。終わった、ようやく終わった。知らない人いっぱいのご飯。ベルナデッタ、元気出します。良い経験、成長できます。でもね、でもね、みんな気さくすぎて無理だよ。おい、リンハルト、まだ話は終わってねえだろ、聞けって。同盟のやつがこっちからこう来てたな。王国のやつはそっちから。はいはい、それでうまくさばいてまとめて倒したんだよね。聞いたよ、そろそろ眠い。ねえ、なんだかすでにいい感じの子たちいなかった？ずるくないかしら。私だってこの後誰かと二人でどこかに消えたい。うん、私も食後の紅茶でもと考えていたのだが、どうだい？そうね、ベル君で妥協しましょうか。今まで私は一人で彼らを指揮し導いていかなければと思っていたわ。でも先生が指揮し、私があの中に入って共に戦うことを経験しているうちに、あなたの采配で戦うことを喜ぶ自分がいると気づいたの。皇帝は誰の采配も受けない、帝国の人民全てを導く立場にあるけれど、本当は共に支え合い導き合う相手がいたっていいのかもしれない。先生、私は皇位継承者である前にあなたの生徒なのよ。それは皇帝になっても変わらない。以前あなたを帝国で雇いたいという話をしたわよね。あれは撤回するわ。今はただあなたに手伝ってほしいと思う。やがて来る私の皇帝としての知性を。ほら先生、そんな隅にいないでください。一番の主君者なんですから。エルが今日まで毎日寮から出てこられたのは先生のおかげです。私たちを指導してくれる先生に皆で礼を言わないかということになってね。先生の教え、我が血肉となりました。セリフ練習した成果です。俺たちのこと先生はバッチリ鍛えてくれるもんな。私たちを担任として導いてくれてありがとう先生。私もこのような体験ができて改めてお礼を申し上げますわ先生。私も皆と同じ気持ちよ。
十字士戦での八面六臂の活躍、見事というほかはありません。胎児の節での学級対抗戦と比較しても生徒たちはよく成長している。これも君の指導の賜物だろう。あなたの健闘を祝し、また生徒たちの未来に期待してこれを授けます。今後も生徒たちをよく教導し、彼らの模範たる教師であってください。わしの力を使うておるのじゃ。この程度余裕で勝ってもらわねば困る。この祝福すべき瞬間にこのような課題を君に伝えるのは心憂いのだが、翌節君たちの学級には課題としてルミール村の異変の調査に向かってもらう。ルミール村、確かお主が父と共に何度も世話になっておった村じゃな。まだ詳細な状況は判明していないが、村人の様子がおかしいらしい。情報の真偽を確認するためすでに騎士団を派遣してある。間もなく戻る頃だろう。まずは彼らから話を聞いてみるといい。何かよからぬことの前触れでなければよいのですが、皆に主のご加護のあらんことを。白雲の章、赤狼の説、炎と闇の瞬動。生ける者が姿を隠し始め、フォドラに長い冬が訪れる。霧氷がじんわり降りていくように、ファーガスの北から寒さが覆ってゆく。山際に沈みゆく夕日が狼の生え変わった冬毛を赤く照らすと、それを見たカリウドは言う。赤狼が出たと。といったところだな。本当に疫病の類ではないのか。ええ、医学に絶対はないけれど、可能性は限りなく低いんじゃないかしら。落ち着きなく動き回る、攻撃的になる、逆に寝込んでしまう、眠ったまま起きない、これだけちぐはぐな症状が見られるなら、考えられる原因は複数の毒物か窓、しかも闇の窓か呪術の類か、そのあたりじゃないかしらね。マヌエラ、ルミール村の件か。今の話本当だろうな。あら、ジェラルトさん、どこから聞いていたの。疫病の類ではないってところからだな。俺もこいつもルミール村の連中には世話になったことがある。あの村で何かが起こってるつうなら、俺たちでどうにかしてやらねえとな。現地の状況を確認してきた。詳しい話は騎士の間で聞いてくれ。私はこれで。マヌエラ、協力感謝する。先生には助けられた恩もあるし、ルミール村に行くときには付き合ってあげるわ。なんだったら二人っきりでも。い、い、の、よ。まあ、先生ったら。悪いが、村に行くときは俺も一緒だろう。さて、俺たちも行くぞ。ええ、またね、ジェラルトさん、先生。俺は一旦部屋に戻るが、お前はどうする。
時間があるなら先に騎士の前へ行って話を聞いておいてくれると助かるが。おい、どうした？変だと思ったら医務室に戻れ。お前は平気な顔で無理をするからな。分かったか？ぐぅ、なんじゃ今のめまいは。わしまで気持ち悪うなったわ。いや、初めてではない。わしもかつてこのような。狙いと私あまた しづらい話ですわね。ご機嫌がよろしくないようで。やはり例の件ですかな。分かっているなら口にしないことね。ですが、過ぎたことはやり直せません。今はせめてそれを活用すべきかと。分かっているわ。それに皇位継承の準備も進めなければ。そちらについては障害なく進んでおりますよ。と誰か来たようですな。先生、今節の課題について聞いたわ。ルミール村で何かが起こっているとか。あなたがここに来るきっかけとなった村、因縁めいたものを感じるわね。騎士団の調査は進んでいるので。もし村の異変が人為的に引き起こされたものだとすれば、黒幕がいるのでしょう。女神最短の儀で西方教会に組みしていた死神騎士や謎の魔導士たちは、フレンドの誘拐の折にも姿を見せました。そしてまた大修道院近くの村で異変が。大修道院を舞台に何やら正体不明の輩がきな臭いことを企んでいそうですね。先生はこれまでの事件が一連のものだとは思わない？ええ、普通はそう思うわよね。でも私はこうも考えている。大修道院を取り巻く事件は一本の線でつながって見えるけれど、様々な者たちの思惑が複雑に絡み合った結果でしかないのかもしれないと。自分の味方と自分の敵がいるだけなんて単純に考えていては物事を正確に捉えられないかもしれないわよ、先生。
ございます、ね、あ、任務。お、見えた。こういう積み重ねも大事よね。少しは分かってきたな。思えば遠くまで来たものね。初めてあなたと出会ったのは私が4歳の時だった。おう、よく覚えておいでですな。さすがはエーデルガルト様。心にもない褒め言葉はやめて。私も大して覚えていないわそれは失礼しました。そうすると私は6歳だったはずですが、全く覚えておりませんよ。私が覚えているのはいつだったか、あなた様が怪我をされた頃からです。父にひどく叱られましてね。お前はこのお方の従者なのだ、命に代えても守れと。そんなことがあったのね。あなたの家ベストラ家は代々フレスベルグ家に仕える習わしになっているから、おかしな話ではないのかもしれないけれど。ええ、それ以来私はどんな時もあなた様について歩き回ることになり、そしてあの事件が起こった。我が叔父アランデル公が私を連れて王国へと亡命してしまった。そうです。あの時に私を襲った喪失感は筆舌に尽くしがたいものだった。手足をもがれる思いでしたね。あなた様をお助けしようと帝都を飛び出していって、父の差し向けた兵と三日三晩の追撃戦を繰り広げましたが、ついに捕獲されました。まだ10歳の子供でしたから、王とフェルディアにはたどり着けなかったかと。その話初めて聞いたわ。私に言っていなかったことがあったのね。そうでしたか。別段大した話ではありませんよ。そういう問題じゃないわ。私が知っておきたいだけ。他にも話していないことがあるなら教えてくれるかしら。それはお断りします。私にとって言えないことはありますからな。なぜ主の命が聞けないというの？あなたは。さて、私は仕事を片付けねばなりません。あなた様の命じたことですから。失礼します。ちょっとヒューベルトろくでもない隠し事じゃなきゃいいけれど。リンハルト、せめて訓練を受けて。ほら、杖でも棒でもほうきでも構えなさい。この後で訓練する約束があったから今はいいや。カスパルから誘われててですね。あなた議論の間ずっと寝ていたわね。
私が内容を要約してあげる。大丈夫、この件については本を読むだけで僕は足りるんです。お構いなく。ここにいたのね、リンハルト。もしかしてこっそり鍛錬に？違います、あなたに見つからないためですよ。はあ、よくここが分かりましたね。偶然よ。それよりなぜ私に見つからないようにするの？なぜって、面倒だからですよ。どうしていちいち僕に構うんです？それはあなたの才覚が生かされるように。僕がここでどんな生活を送ろうが僕の自由じゃないですか。あれをやれこれをやれって。あなたは僕の母親なんですかね。それも教育熱心な母親。なんでそうなるのよ。私はアドラークラッセの酋長として、あなたが仲間に迷惑をかけないようにと。わかった、わかりました。どうにかしますよ。あなたは上に立つ者の責務としてやってるつもりなのかもしれませんけど、下にいる者の気持ちを考えてます？ちょっと面倒くさすぎますよ、あなた。私が面倒くさい？騎士の叙勲式に無理やり同伴して王から白い目を向けられる母親くらいには。それはさすがに言い過ぎじゃない？いいえ、これでも控えめです。あなたのせいで僕の研究が滞るくらいだもの。そう、わかったわ。あなたの気持ちはよくわかった。ええ、